さあ3番手ですが、えー、藤田医科大学の宮川剛さんですね、えー、おそらくですね、少し難しい言葉が出てくるかもしれませんね、えー、シ,ュシュヌリ2、えー、といったようなですね言葉が出てくるかと思います。えー、しかし、おそらくあの内容自体はですね非常に分かりやすいかと思いますので、聞いてみましょう。それでは宮川さん、よろしくお願いします。 藤田医科大学の宮川ですよろしくお願いいたしますはい、えー、どのような遺伝子がどのように脳で働いて心の性質に影響を与えるのでしょうか、えー、親から子供に心の性質 例えば記憶力とか外交性、社交性とか知能などが遺伝的に伝わるというのはかなり前からですね、一覧性創生児、双子の研究などから大雑把にはよく分かっていたわけなんですけれども、具体的にどのような遺伝子がどのように脳で働いて心の性質に影響を与えるかを調べる科学的な方法は、私が大学院に進学した頃には全くと言っていいほどなかったんですね。 しかしながら1989年にある画期的な技術が誕生しまして、それが遺伝子ターゲティングです。マウスで2万数千種類ある遺伝子のうち特定の狙った遺伝子だけを一つだけなくしたり、別のもので置き換えたり、自由自在に改変することができる。この技術を開発された方々は、2007年のノーベル賞を受賞されています。 現在はゲノム編集という技術で、これはもっと簡単にできるようになっているわけですけれども、この手法を使ってですね、遺伝子 A を持っている普通のマウスと、その兄弟で遺伝子 A を持っていないマウスをそれぞれ20匹ぐらい準備しておきます。心の性質の違いは行動に現れると考えて、この2種類のマウスをテストして、行動の傾向に違いが見られれば、それは遺伝子 A の働きによると考えられるわけですね。 で遺伝子改変マウスを使えばですね、遺伝子と脳と心の性質の関係を直接的に調べることができるではないかと。ある種大きな人類のクエスチョンに挑むことができるではないかと、心理学の大学院に進学したばかりの私は当時思ったわけであります。じゃあ具体的にどうするかと言いますと、マウスの心を探るいろいろな行動のテストというのがあります。これらで普通のマウスと遺伝子を改変したマウスをどんどんテストしてデータを取っていくわけですね。 活動量、探索行動を見るようなテスト。不安用行動、どれくらいマウスが怖がりかを調べるようなテスト。社会的な行動を見るテスト。学習記憶の能力を見るテスト。この20年近くでですね、これらの心理学的テストを使って、220種類以上の遺伝子の改変マウスを調べてきたんですけれども、その成果を端的にまとめた1枚のスライドがこれになります。 この一つ一つの列がですね、一種類の遺伝子改変マウスを示しまして、この一行一行が社会的行動とか記憶力とか心理学的性質のカテゴリー、種類を示しています。この色のついているのが何かと言いますと、親に20匹くらいの普通の野生型のマウスと20匹くらいの遺伝子改変マウスを先ほどのテストで比較して、統計的に差のあったものを示しているわけです。でこれをご覧いただくとですね、 驚くべきことに、どの列を見ても大抵色がついているところがある。つまり、脳で発現している、使われている遺伝子をなくしたり増やしたり改変したりしますと、大抵の遺伝子はですね、何らかの行動の違いが出てくるということがわかるわけですね。つまり、おそらく大変な数の遺伝子が脳で働いていて、心の性質に何らかの影響を与えていることが示唆されるわけです。 で、この中にはですね、たくさんの面白いマウスがいろいろといるわけなんですけれども、その中の一つが、アルファカム K2 という名前のついた遺伝子をヘテロでなくした、半分なくしたマウス。 略してカムケツ欠損マウスでありまして、このカムケツ欠損マウスは活動量が顕著に増加している、攻撃性が増加している、記憶力が悪い、気分の波が激しいなど、心の病を持つマウスといっても過言ではないようなんですね。一連の大変顕著な心理学的事情を示します。じゃあ、このマウスの脳の中で一体何が起きているかと。 いうことで、このマウスの脳の海馬という場所で、ジーンチップというものを使いまして、脳の遺伝子発現パターン、遺伝子の使われ方を調べました。すると、驚くべきことにで,ですね、このカムケイツ欠損マウスの脳の海馬では、2000種類以上の遺伝子の発現量が変化していました。すべての遺伝子は2万数千種類あるわけですけど、一つの遺伝子が半分欠損するだけで、そのうち2000種類もの遺伝子の発現量、使われ方が変化してしまうと。と ここういういとですね。なんだこれはということで、この発言が変化、えー、顕著に変化している遺伝子のリストを眺めていましたところ、一つの面白いことに気づいたんですね。それは何かと言いますと、カルビンジンというな名前のついたタンパクの遺伝子が激減していたんです。海、え、馬、ー、の試乗会と。 こういう脳の場所があるんですけれども、このカルビンジンというのは、この場所では成熟した大人の神経細胞だけに出るタンパク質。大人の証のような遺伝子。成熟マーカー遺伝子だったんですね。で、こちらが普通の野生型のマウスの会話の試乗会と。 呼ばれる場所ですがこの白いのがカルビン人で,ありますでこの辺りを拡大したのがこちらの写真になるんですけれども、普通の大人のマウスでは、このカルビンジンを持っている神経細胞でですね、この場所をびっしり埋まっている。 つまり成熟した神経細胞でびっしり埋まっているというのがお分かりかと思いますけれども、こちらのカム K2 欠損マウスでは、大人なんですけれども、それがごっそり抜けてしまっている。神経細胞自体はちゃんとあるんですけれども、未成熟な子供のような状態のままになってしまっている。カルビンジンがない。 いうことですね。で、これ細かい説明は省きますけれども、一つの成熟マーカー遺伝子、カルビンジンだけが減っているわけじゃなくて、740種類もの成熟マーカー遺伝子、大人の証の遺伝子が減っていて、逆に410種類もの未成熟マーカー遺伝子、子供の時にだ,だけ出ている遺伝子が増えていたんですね。え難しいことはともかく、大人のカムケツ欠損マウスと普通の未熟で子供のマウスの脳は、遺伝子発現パターンがそっくり。 物質的にそっくりだったわけであります。さらにこのマウスの海馬史上界の神経細胞を調べましたところ、電気的な性質もですね、未成熟な神経細胞の特徴を備えていることも分かりました。つまりこのマウスは大人の脳の中に未成熟な脳を持つということが分かったわけであります。それでは大人の脳の中にですね、未成熟な脳を持つようなマウスは他にもいるんだろうかと。 こういうことなんですけれども、答えは他にもいました。こういうことであります。このたくさんのマウスの中にですね、シュヌリツーという名前のついた遺伝子の欠損マウスがいて、これがまた顕著な心理学的異常を示しまして、活動性が更新している、社会的行動が低下している、記憶力が悪くなっているなど、心理学的異常のパターンがですね、カムケツ欠損マウスのそれとそっくりになっていたんですね。 で、このマウスでも脳の中でどうなっているかということを調べましたところ、成熟マーカーのカルビンジンもやはり顕著にこのマウス落ちてまして、さらにいろいろと調べたところ、この春立欠損マウスも未成熟脳を持っているということがわかりました。さらにこのマウスだけでなくてですね、未成熟脳を持つようなマウスが他にも続々と発見されてきたんですね。SNAP25 という名前のついた遺伝子の変異、 マウスでも未成熟脳が見られましたし、このカルビン人がごっそり落ちてますね。それからカルシニューリンという名前のついた遺伝子の欠損マウスでも未成熟脳が見られましたし、クラーグという遺伝子の欠損マウスでも未成熟脳見られましたし、面白いことにですね、最もメジャーな認知症でありますアルツハイマー病のモデルマウスでも同じような現象が見られるんですね。カルビン人が激減している。 それから前頭側頭型認知症という認知症があるんですけども、そのモデルマウスでも未成熟脳を見られましたし、また驚くべきことにですね、普通のまあ大人のマウスに抗うつ薬、うつの薬ですね、これを慢性的に繰り返し投与するということをしますと、未成熟脳を引き起こすと。 ということができることが分かりました。つまり、成熟した細胞がですね、疑似的な未成熟状態、子供のような状態に舞い戻ってしまう、ある意味若返るということが分かったわけであります。また、同じようにですね、転換を後天的にピロカルピンという薬物で引き起こすことができるんですけれども、それでも未成熟脳が生じるということが分かりました。 また、これらのマウスですね。では、共通してですね、神経細胞の電気的な性質も未成熟な性質にそっくりということが分かりました。で、これらの未成熟脳マウス、のきなみですね、たくさんの数の成熟マーカー遺伝子、成熟したら出てくる遺伝子が減り、たくさんの未成熟マーカー遺伝子、未成熟な時にだけたくさん出ている遺伝子が増えているということも分かっています。じゃあ、大人の脳の中に未成熟脳を持つような人はいるのだろう ということなんですが、実は認知症患者さんの死後、亡くなった後の脳でカルビンジンが落ちているという報告が以前から出てたんですけれども、さらにですね、公的なデータベースには世界中の実に様々な研究によって遺伝子発現パターンの膨大な実験結果が蓄積されているんですけれども、その遺伝子発現のですね、ビッグデータを使ってメタ解析、こういうことをしますと難しいことはともかくですね、アルツハイマー病か患者の脳でも 未成熟用の遺伝子発現パターンが見られる。さらに他の統合失調症やですね、他の疾患、統合失調症とか LS、ALS などの疾患でも同様な現象が見られることが分かってきつつあります。では、なぜこんなにもいろいろな遺伝的、後天的な要因で未成熟のが生じるんでしょうかという疑問が起きるわけですけれども、えー、光遺伝学的方法 っていうのがありまして、神経の興奮をですね、光を当てることによって起こすことができるんですけれども、これを使ってですね、神経を過剰に興奮させるということを何回か行っていると、神経細胞に疑似的な未成熟化、ある種の若返りが起こるということが分かってきています。つまり、様々な異なる遺伝的要因、後天的要因で神経の過剰興奮が起き、未成熟脳という脳の中の中間的な表現系 中間表現系が作られるとこういう仮説を現在持っております。で、この中間表現系がですね、ある種のまとまった行動のパターンの原因になるんではないかというふうに考えている。さらにですね、このようなことから思っていることは、こういった未成熟の現象のような脳の中の中間表現系というようなものは他にもおそらくたくさんあるだろうというふうに考えていまして、つまり多くの遺伝子が後天的要因と,とともに脳の中間表現系、 を作り、その中間表現系を通じて心の性質に影響を与えているのではないかということであります。こういった未成熟脳現象のようなですね、脳の中の中の中間表現系を研究して、その原因や意味を解き明かすことが脳の様々な病気の克服につながるかもしれないということを夢見ながら毎日研究を行っています。以上です。はい。宮川さんどうもありがとうございました。 えー、そうですね。このシュヌリーツー欠損、カムケーツー欠損ね、こういったところでこう心の病と遺伝子の関係ですね。これが本当にこう今どん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 分かってきてるんですね。はい、えー、ご質問をいただいています。はい、あの環境的要因と遺伝的要因というね、はい、言葉がありますが。 これは独立したものなのか、それとも遺伝子が環境に対してどう発現するかという意味なんでしょうか、どちらなんでしょうか、えっとその遺伝子だけあの、このマウスの研究から考えますと、遺伝要因だけを操作して、こういう現象が起きるということもあるんですけれども、えー、っとそ,のそれとは全く独立にですね、環境要因だけ、神経活動を興奮させるというようなことだけをやっても、同じことが起きる。 であのマウスの中にはですね遺伝要因だけでは未成熟脳にはならない、だけども何らかの後天的な要因が組み合わさって未成熟脳になるというマウスもいまして、そこはあの相互作用もありますし、片一方だけでもそういうことになるということになりますね、はい、その環境によって遺伝子が発現するということになると、その人の性格的な特性、 はい、というものは、<laughs> 遺伝子で決まっている、結局は遺伝子で決まっているっていう話になるわけですか、えっと、遺伝子でかなりあの影響を受けます、相当影響を受けるんですけれども、同時にです、ね、環境要因も大きな影響を与えていると、両方あるっていうことが、まあ、現在、まあ、研究者はそういうふうに思ってますねわ、はい、かりました、えー、次のご質問ですね。 カルビンジンは薬物などで外部から補うことは可能でしょうかあ、えっと、それはですねあの、薬物で、薬物を与えることによって、間接的にですねカルビンジンを増やすということが、あの一部のマウスができるということは我々、われわれ、いくつかの薬で確認しています。それから、まあ、もう直接的にですね、これ、マウスで,ですけれども、その遺伝子をですね、 外部から大人のマウスにこう導入してそ、先ほどのゲノム編集みたいなのですね導入してあの、えー、増やすということも原理的にはでき最後、えー、ちょっとね、結構たくさんご質問いただいてるんですが、お時間の関係で、えー、これ3つ目の質問で最後とさせていただきたいんですが、会話以外でも脳の未成熟化は見られるのでしょうか、はい、あのそれ、非常に重要なご質問で、他の脳の場所もいろいろ見。 見始めています。あの、であの、結論から言いますと、起きます。あの、前頭葉とかですね、それから扁桃体とか、まあ、そういった場所で、えー、未成熟化が起きるということもありますし、あと細胞の種類によってですね、あのそういうものが起きやすい細胞と起きにくい細胞があるんではないかとういうようなことも、なんか、あの、おぼろげに分かってきています。はい。はい。宮川さんどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。